役割分担パターンね。はい、さて、今回もアンテルドンやっていきたいと思いますよ。クラゲ、はいよ。すごい、もう終幕らしい、もう、もう終盤。最初のあの妹が死んで、そのためになんか集まって、1年後集まって、で、ジョッシュがそれをなんかみんなをびっくりさせて、復讐劇を復讐劇なのかなと思ったら、いきなりモンスター出てきて、どうなってんの？もう手に負えないよ。モンスター全部倒して終わるってことじゃないかな。うん、ね、どうすればいいんだろう。うん、やるしかないです、ね、はい、ということでゲーム画面いきましょう、うん、こちらです。ダン、はい、来ました。はい、それでは正解。さあ、あ、そういえばこの人どうなったんだろう。マット、マット全く出てないですよ ね。マイクケーブルカーの鍵はないのよ。上司ならマイクも来てた。ジョッシュはいない、遅すぎたんだ。連れ行かれた。炭鉱の中に連れ込んだのかも。待て、ねえ、ここだ。謎の男は謎のまま終わる。鍵を取ってくる。奴らの寝室からな。そしたらみんなでここを脱出しよう。よくそんな、いいぞ、さあ、ほら行こう。行くぞ、行くぞ、逃げろ。化け物の罪かを探すとするか。いや、全滅させようとしてる、やっぱり。え、まだ、あ、違う。ん、何これ誰、これの、心理カウンセラー。ほら、化け物になってるんだ。え、嘘、なんか見にくい。今まで行ってきたセッションのすべてが無意味に思えてきたよ。私の言うことを聞かなかったおかげで。なんこのざまだ。もうなんか、もう私はもう行くよ、ジョシュ。ダメだ、これが人間の心だったの。ああ、実に愚かな思考で。想像しうる恐怖よりもひどいものがこの世にあるということを、いい加減君は学ぶべきだ。あれだけたくさんの人々に愛されて支えられていたのに、君は自らみんなを押し合ってしまったんだよ。残っているのは孤独だけさ。だがその孤独もそう長くはないかもしれないがね。孤独もすぐに終わるはずだ。深呼吸だ、ジョッシュ。深呼吸だよ、ジョッシュ。あ、どっか行っちゃった。よせ、よせ、やめろ。え、やめろ。え、なになに、ファンナベス。よせ、よせ、ダメだ。よせ、よせ、よせ、ダメだ。二度とごめんだ。来るな、来るな、ああ、俺に近づくな。いや、お前は死んでる。どういうこと？死んでるんだ、黙れ。ああ、そんな、お前は死んでる。まだだよ、僕たちもお手遊んだ。あいつらきっと気に入るぞ。楽しく過ごしたい。お前に命令されてたまるか。俺はお前の指図を受けない。もうこれからは指図だよ。え、なんで、どうしちゃったの。でも、こんなするだけ。わかった、お前を信じるよ。信じるって、信じるよ。え、何、何をするの、これか、この人。あれ、まだ普通に生きてた。え、ジョシュフェース。違う違う、え、だ、だ、お前は存在しない。二人きりだったの。やめろ、やめてくれ、やめてくれ。え、ハンナもいるんじゃないですか。絶対いるよ。二人きり、今はあなたも一緒、家族でしょ。俺に近づくな。
して助けてくれなかったの？どうして見殺しにしたの？見殺しになんて、本当だ。今頭の中じゃないの、豚出てくるわけないもんって、6時そういえば妙なものを見たんだ。朝になる。何を？あのウェンディゴ、傷があった。だから前にも見た。それどういうこと？同じ傷がある人の古い写真を見かけたんだ。しかも彼はウェンディゴに変身していった。嘘でしょ。50年代の落盤事故で閉じ込められた作業員だ。少なくともあいつは80歳。老人にしては元気だね。奴らはここで殺し合った。奴ら？つまりもっといるってこと？そうだ。どのくらい？たくさんだ。なんで？すぐ近くのはず。奴らの巣。なんでわかる？なんだか急にゾッと来ちゃったから。俺も。あんまり入りたくないんだけど。やだ。でも行くしかないだろう。とても落ちてる。さて、これは、あ、でも白じゃないですか。あれ、ロッチを燃やせってことですかね。多分ロッチ。あ、でも白。嘘、はい、入る必要なくない？あ、大丈夫だ。本当に？なんで入るの？本当に生きてんの？寒すぎて指の感覚がない。そうだよ、冬の。なんで入るんだろう、こんなここまでの水あるのに。ねえ、なんでオシームに行ったんじゃないの？そんなこと言ってない。大丈夫だとは言ったけど、サメも何もいないってことだね。サメね。そう、安心。ほら。いやいや。体冷えてくるし、やばいんだよ。そう、命抜けられるぞ。楽観しすぎじゃない？よし。ほら、見ろ。来そうな気がする。アングル。あ、なんか落ちてる。え、何？今、水に入るボタンが出たらいいですか？ああ、また入っちゃったの。あー、日本版はそんなに。そうですね。死体が。確かに、あ、死
対誰もだ。アシュリーから。多分関係ない、ね。うん、みんな。特定させない。ダメなんだ。そうだ。待て、ちょっと待て。何か見えたぞ。じゃこのアングルやばい。このアングルやばいね。あ、いた。いた。ジョシュ生きてた。ジョシュ、まだ助かるかな。まだ助かる。精神やられてる。あ、なんかやばい、やばい人の雰囲気するね。心持ってかれたら。どうした？やりきってるんじゃねえか。ジョシュ。マイク。ジョシュ。戻ってきた。しっかりしろ。ぶたないで、ぶたないでくれ、頼む。しょうがなかったんだ。言っちまってただろ。正気に戻らないのかと。ほら、さっさとここを出よう。ジョシュ、あなたケーブルカーの鍵持ってる？ああ、持ってる。ああ、よかった。よし。来るぞ。あれが見える。あそこへ行けば脱出できる。行こう。大丈夫？そう。ジョシュがあそこまで登るのは無理だ。じゃあ手伝って、私が戻ってみんなに知らせてくる。そうだな。登れるのすごい。ジョシュと来た道を戻ってきて、ロッジで会いましょう。気をつけろ。あなたもね。よし行こうぜ、クソったら野郎。これじゃない？あんなに強く殴らなくてよかったのに。いや、そのさっきはマジで悪かった。ジェスを殺したと思って間違ってた。私がジェシーを、ジョシュを、ジョシュを動かしてますよ。聞いたからな。ね。まだダメなんだ。わ、ここさっき。まだ熱入んだ。いや、水飲んでいませんでした。来るぞ。いる。来るぞ。三角、丸、四角、丸。ジョッシュ、助けにしてくんなかったな、やっぱり。ちょっと恨んでたもん。うん、マット。ライト。マット、久しぶりに。タイマー、ジェス、君か。おいおい、ジェス。あ、何があったんだ。ジェシカ。ジェシカ、この傷でよく生きてたな。実質誰も死んでなかったの、本当は。何があったんだ。伝えた方がいい。ここにはどうやって。
マイクと二人でその辺をぶらついてたの。そしたらあれが。何が？わからない。ただ窓のそばにいたら突然ガラスが、あれが雪の中にいた。ものすごい速さで迫って、もう私はもう気づいたらここに。もう動けるか。うん、さあ行くぞ。もう誰も知らないぞ。うんうん、あーすごい声がする。聞こえるね。助からない歩き方してる。そっか、まだこの二人はちゃんと見てないっていうか知らないんですもんね。うん、そうだな。お坊さん見てないね。いや、びっくりするだろうな。あるある。出れるじゃん。声近づいてるね。やばい、この声なんだろう。何何何何どうしたの。どっちだ。隠れ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 動かない。あ、そっか、よし行こう。ついてるときはもう完璧な動かない。テーブルにこれついてるときはもう完璧な動かない。あっ、怖い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 。登った。まだまだ登る。いやーすごい、登らせるなこれ。飛ぶ、登るだ。200なんだよ。早いね。飛ぶ。早い。いやでも上手い。早い。早い。早すぎる。早すぎる。早すぎる。でもすごいすごい。早すぎる。すべての脳を使っている。無事上に。みんなに伝えて、伝えたところでだよね。外でもあの声するようになっちゃった。夜はそうなの。じゃあいつ出てくるか。いやわかんない。あ、なんか落ちてる。だから落ちてるんじゃなくて飛び降りる。かわいそう、こんな。いや、こんな、こんな冬の。うわ、死んじゃうよこれ。
としてお年だ。濡れた体の服のままが一番怖いよ。凍っちゃうじゃん。BGM 割と本当だやばい、これやばいやつだな。やばいやつ。あ、なんかある。うわぁ、ビオリューしかないもんね。あぶねぇ。あー、やっぱり。ね、あのジョッシュが、いやもうちょっと待って、早くしてる、三角、四角、もう、何が見えたの？なんか燃やしたところじゃないですか。ねえねえねえ、開けてってば。これ開けてってば、いるでしょ。入れてよ。さっきあの高温の通ってるので。ああ、あだだ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 。あ、マイク。ゾンビみたいな顔してるな。大変ひどい傷。本当これモンスターじゃない？急ごう。モンスターじゃない？うん。しゃあ、マイク、ジョッシュは奴らに信じられない、ひどい死に方。いいの？やばい。これからどうする？もう時間を調べてみよう。まだ誰かいるかも。時間を調べる。朝だからいいじゃないの。うん。ちょっといいじゃないの。あれ通れない。どう？なんか多分こっちかな。地下。この右。そっちから向けるのかい。まだ誰かいるのかな。うん、いやもうアシュリーはもう、あ、シアター生き延びる確率はどのぐらい？考えないようにしてる。いや、待って、え、逃げるのよ、逃げるの。はい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 、閉めましょう閉めましょう。ナイス。これ偉い。
頭いいこいつ。いるぞ。逃げて電気つけてあそこ撃たなきゃだ。動いた。お、何かもしれない。え、何これ。どんな、これどういうこと。あー、動いちゃダメ。急に来たからちょっと待ってほしい。ちょっと待ってほしい。違うんです。痛そう。だって急に来たんですもん。急に来たんですもの。あー、あと少しだけ。急に言ったよ、俺ちゃんと。急にはやめてって言ったもん。マジか。サム好きだったんだな。いや、なんか主人公補正みたいな感じで生き残ると思ってました、私も。見つけたわ。動いちゃった。あ、助かりました。違うんだ、本当に。ちょっと揺れるの、あれが。揺れるのよ、コントローラーが動くなって言った時に。最小限だったんじゃないかな。確かに、でも割とたくさん生き残った気がする。うん、シーンとかじゃなくて、あ、死亡時刻って出てる。やだ、やっぱアシュリーダメだったんだ。あ、そうだね。寒い。もうあと少しだったね。残念だね。2人、あ、女子もね。あ、そっか、ハンナに、うん、3人だけ。 ある男の人が、あ、事情聴取。なんて言えばいいかわからないけど、初め彼につけ回されていると思ったのね。他に同じように思った子はいたの？ああ、もちろん。友達が彼を殺した可能性は？え？いや、あなたは何も分かってないな。そうじゃなくて、彼に襲われたら、彼は僕を助けて僕の目の前で死んだ。私に銃を突きつけたの。私の顔の目の前に。撃つ気だった。危うく撃たれるところだったわ。付き合ってたし、彼のことは知ってるって思ってたのに、あんな最低な男だったなんて。何の話をしてるのこの人。俺はまさにそこにいた。何かできたはずだった。俺は助けようとしたんだ。救えなかった。うん、炭鉱にはどうやって。私は運ばれたの、連れ去られて。それでモンスターの話してない。何を見た。わからない、もうわからない。正気を失ってた。俺たちをいたぶって、だからジェスを襲ったのはあいつだと思ったんだ。なんでジョシュを殴ったの。行動がおかしかったからさ。だから止めなきゃって思って。でも彼は縛られてたんでしょ。ああ、でも確かに確かに最低だったよ。分かってないんでしょ。奴は僕たちをもてあそんだ。うん、次は筋肉バカの番。ちょっといたぶってやってくれる。何のことだ。筋肉バカ、ミスタームキムキマン、拗ねてばっかのマット。何か言っておきたいことでも。別に大したことじゃないの。ああ、でもあいつは崩れる寸前の塔で、死にかけてる私を置き去りにした最低野郎ってだけ。違う、助けようとしたの。マイク、何か覚えてる。
助けに来た。私を。君を。彼はどこ？助かったの？ジョシュには会えた。でも、くそ。あいつが、あのウェンディゴが、どこからか現れて、それで、ウェンディゴの話してる。それで、叫び声がしたから逃げたんだ。二人して死んだら意味がない。はーい。ということで、テルドン、終了。クリア、3名で済みましたね。死亡したのが3名です。確かに結構頑張ったんじゃないですか。結構頑張った、本当に、ボタンの配置も全部覚えて、すごい。最後も大健闘、大健闘でございますね。いや、これでも本当に全員助かるパターン、とってあるん、助手も助かるパターンあるんだろうね。へえ、全員死んじゃうパターンもあるってこと。ありますね、結構でも頑張ったと思う、ちょっとね、これ皆さんちょっと結構前のソフトなんですけどもね、ぜひ遊んでみて、全員誰も死なずに残ってクリア。相当難しいですよね。相当難しいだって。私たちも頑張ってましたもん、なんとか。だってね、アシュリー死んだ時もさ、あそこのガチャ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 っていうのをスルーして奥行けばよかったんですよって言われて、知らねえよっつって。だって光ってたんだもん。ガチャガチャ言ったら開けるんだよ。開けてくださいと言わんばかり、ね、だからね、すごい、まあ罠がいっぱいあったんだろうね。で、ハンナとベスはもう本当にお亡くなりになってたんでね。そしてやっぱダメだったんですね。ダメだったんです。バケモン化しちゃって共犯ルートかと思ったら違いました、ね、全然違う。これはもう普通にサスペンスじゃないもんだって。ね、はい、こんな感じで、ちょっとまた長いものをやりたいですね。いや、ちょっと面白かったですね。ね、ちょっとそういう検討してやっていきたいと思いますので、ね、はい、ご覧いただきたいと思います。はい、じゃあ本日ここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。